じゃあちょっと今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほうじ茶のパッケージと今想定しているものをお見せして、そういったところはすごいやりがいだなっていうのを、うん、はい、どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回はサントリーさんのオフィスに来てます。で、今日はですね、サントリーさんの社員さんを一日密着させていただけたらなと思ってます。ということで行ってきます。おはようございます。おはようございます。はじめまして。じゃあちょっと今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに関さんはいつも朝ちょっと早めに出勤されてるんですか？いつも9時少し前ぐらいに出社して。サントリーさんの出勤って何時なんですか？普段あの基本は多分9時かなと思うんですけど、テレワークとかしていて、ちょっとあのずらしたりとか、フレックスとかを活用してる方もいらっしゃいます。あ、そうなんですね。はい、じゃあ今はその始業前はどういったことされてるんですか？朝ごはん食べたりとか、うん、あとはまあちょっとこうあの資料作ったりして、するときには少し早めに来て資料を作ったりとかして。うん、今何されてたんですか？今はメールの確認ですとか、うん、昨日来た連絡のちょっと確認をして、はい、今日の仕事に備えてます。さきさん、次どこ行くんですか？今からちょっと打ち合わせがあるので、はい、打ち合わせのミーティングルームに向かいたいと思います。はい、ということで今から関さんが参加されている伊右衛門の企画会議で、今日は伊右衛門の京都ブレンドの企画会議をされているそうなので、ちょっと覗いていこうかなと思ってます。パッケージの今、まあ、想定しているものをお見せして、どんな反応かっていうのを、まあ、本当に短い時間ではあるんですけど少し聞いたので、その情報を共有したいなと思っています。で、一旦ちょっとその私が聞けた、自分がインタビューしたり誰かがインタビューしてくれてるのを聞いたところでいくと、今日これ皆さんに改善したので、うん、ありがとうございます。アートしてあるかな。そうですね、こっちでもすごい。はい、終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。関さん、次は何されるんですか？あ、次は何されるんですか？あ、お昼を食べに。はい、じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
つも食べるメニューとかあるんですか？いつもほぼそば。あ、さすがあのせかちな。でも一番早いのはカレーなんです、出てくる。あ、そうなんですね。でも今日売り切れてたんで、ちょっとそばで。そばで。うどんはちょっと遅いです。麺が早さ重視なんですね。着地してる。すごい。いや、すべてが早いですもん。いやいやいや、関さん。いやいやいや、82番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。お待たせしました。意外と下に買いに行くより早いです。お願いします。多田さんはあの関さんの上司、はい、直属の上司です。そうですね。で、お二人は伊右衛門のその企画のチームといいますか。そうですね。伊右衛門の、商品開発、まあコミュニケーション、もろもろ全部やってる部署の、はい。ちなみにあの関さんとはほぼ毎日一緒に働かれてる、はい、どういう方ですか？まあ明るいですよ。明るいし元気いいし、まあ前のめりな感じじゃないですかね。もう倒れるときは前のめりっていう、あの決して後ろにはひっくり返らない感じで。いいですね。はい、サンドリーさんのやってみなはれを体現した。そうですね。それが動きについて動いてるって感じです。確かにすごい歩くバタバタしてますでしょ。先ほど僕も企画会議を参加させていただいて、あ、ラベル一つでもこんなにその大人たちが話し合って、ああでもない、こうでもないってやってるんだっていうのをちょっとびっくりしたんですけど、多田さん的に伊右衛門がなぜ抜けるのかっていうふうに思ってますか？はい、まず単純にやっぱり美味しいっていうのは大前提なんですね。お茶というか飲み物は美味しくなきゃいけないので、どんなパッケージだろうが、どんな CM やろうが、やっぱりお客様は飲んだ時にご満足されないと、ダメなの。まず前提としては美味しいです。それは当たり前なんですけど、はい、その美味しさが見てわかるということが、まあ今特に去年からやってる伊右衛門の大切な、ところで、いちいちお客様に、話をして、一つ一つ説明して分かっていただくということではなくて、見ればその美味しさが伝わってくるということに、こだわってやってますね。それが今で言うとこれは緑ですし、はい、八つの京都ブレンドはこの綺麗な透き通った琥珀色と、いうことで、がお客様に支持されているのかなというふうに考えています。なんか他のお茶のブランドってたくさんあると思うんですけど、伊右衛門がここは違うとか、ここがやっぱり強いみたいなところって、今のお話に関連してでも大丈夫なんですけど、ありますか？もうそれはこだわりまくってるいろんなところじゃないですか。中身だけ、中身もそうですけれども、ラベル一つにとってもそうです。例えばこれ公にしてないですけど、まあお茶ですと基本的には毎日飲んでいただくたいと思って作ってるんですね。その毎日お茶を飲まれる方がその日一日いい日でありますようにという我々なりの思いを込めて、実はこういうひょうたんを入れてるんですね。わかるかどうかわかんないですけど、ひょうたんをですね6つ入れてるんです。でそれはまあ語呂合わせなんですけど、6つのひょうたんで無病で、無病息災の、お客様が何も今日災えないようにという思いを込めて作ったりしています。これも全然言ってないですけど、まあ、そういうことなんですね。でラベルを剥がして今だったら見ていただきたいっていう絵色を見ていただきたいのもそうなんですけど、今だったらゴミを捨てる時の分別もラベル捨てられると思うので、そのラベルを捨てる作業がちょっとでも楽しくなればということで、裏に絵を、入れてます。本当だ。これはしかもこの緑の緑茶の伊右衛門と京都ブレンドは全部絵柄違うんですね。本当だ。この伊右衛門でしたら例えば2リットルも、他の自動販売機用の商品も全部、入れてます。絵柄も微妙に違ったりしてます。でそれもちょっと絵柄もですね、なんとなくまあ日本文化と関係ありながらもちょっとほっこりするような絵柄を入れさせていただいてますし、さらには今おみくじもここに入れてるんですね。
でこれもまあ小吉だった。私今日大吉です。私も大吉です。これがやっぱあのイエモンチームとの違いです、ね。僕思ったのはさっき企画会議も、はい、何も喋ってない人は一人もいなかったので、はい、それすごいなと思いました。うんですね、はい、喋って変なこと言ってお前それ違うんじゃないのって言われることはまずないと思いますよ。ただ黙ってたら怒られるっていうのはあると思いますけど、はい、多田さんから見てあの今その関さんってあの活躍されてると思うんですけど、はい、そのサントリーで活躍する方のなんか条件とかってありますか？うん、そうですね、僕ら思うのは自己発電できる人が強いんですね。自分の中に発電機があるというか、うん、こうやっぱりやりたいっていうものがあって自分からですね、でそこの現状とのギャップに向かってそのギャップをまあ課題と捉えて解決していく人がやっぱ大事です。その課題設定力だと思うんですね。やっぱ言われたことをやってる人、いわゆるそれは課題解決能力だと思うんですけど、はい、それだったらやっぱちょっとなかなかサントリーでは活躍できないのかなと。ちなみに関さんから見て多田さんってどういう上司ですか？うん、あのごめんなさい、忖度なしでもね。いや、なんだろう、なんかいわゆる大手のなんというか固い上司っていう感じではなくて、うん、本当になんかフランクに自分の悩みだったりとか思ってることとかを素直に表現してそれに対してあの素直に答えてくださるっていうところで本当になんか忖度なくみたいな、うん、あのところで、まあ、関係性を築いていただいてるんだなっていうので本当にありがたいだと思ってますね。美味しくなくなっちゃうかもしれない。ありがとうございます。はい、失礼します。今は何されてたんですか？今は営業チームと数字の打ち合わせをあのしていまして、向こうの案を聞いておりました、うんうん、はい、数字の打ち合わせってどんなことされるんですか？来月あのどれぐらいの見込みがいくかですか、うん、とか、まあ、今 あの実績のところのチェックですとか、うん、そういったことをしてました。うーん、はい、じゃあ結構その売上とかのなんだろう管理というか進捗の管理とかもされるってことですか？そうですね、あのそこは営業と逐一の打ち合わせをして、うん、あの今の進捗の状況だったりですとか何かまあ大きな変化があるかとかその辺もあの適宜すり合わせをしています。お世話になっておりますサントリーの関です。あのお電話させていただいたのが、キャンペーンの経費の色味の件で本日社内で整理確認させていただきまして、あの問題ないということで、あのこちらで進めていただければと思います。はい、すいません、お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。今って何の電話だったんですか？今は、代理店さんに、キャンペーンの景品に関してちょっとあの色味の OK が取れたというところで電話をしていました。はい、結構電話することもあるんですか？そうですね、あの代理店さんはよくあの電話をします。うん、はい、今日いろいろ密着させていただいてやっぱ楽しそうに働いてるなっていうのをすごい感じたんですけど、はい、楽しいですか仕事？今あのすごく楽しく仕事をしてるかなと思ってます。どういう時が一番楽しいなとか、はい、あ、入ってよかったなとかって思ったり。なんかやっぱ今 そのマーケティングというかブランド開発の仕事っていうところでいくとやっぱりあの商品をあの自分が手掛けてきたものを発売できてそれをやっぱ実際に飲んでくださるお客さんとか店頭でこう並んでいる姿を見た時にやっぱりまあなんというか自分のやったことがある意味本当に自分がお客さんとして見れたりとかあのそういったところはすごいやりがいだなっていうのは思ってます。はい、関さんお疲れ様です。お疲れ様です。この後はなんかまだ仕事残ってるって感じなんですか？もうちょっとだけあの作業して帰ろうかなと。ありがとうございます。なんか今日ちょっと朝からずっと密着させていただいたと思うんですけど、すごく関さんの楽しくというかめちゃくちゃ主体的に働いてるところがすごく伝わって僕らとしてももっと頑張らなきゃなっていうふうに思いました。またぜひ取材させてください。ぜひこちらこそありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。
約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。